ブルンジ共和国は東アフリカの内陸に位置する国家。ルワンダコンゴ民主共和国タンザニアと国境を接する。一方で多数派の仏と少数派の土の間で対立があり、1962年の独立以降はたびたび衝突し1993年には内戦にまで発展している。政治面の首都はギテガ、経済面の首都はブジュンブラである。正式名称は ルンディ語で、イレプブリカワイ、ウブルンジ、リプブリカワイウブルンジ。フランス語で、レプーブレイクジュブルンディ、バンディ。英語で、リパブリックオブブルンディ、ビーアールユンディ、ビー,ー,ン,デビー,ーンディ。日本語の表記は、ブルンジ共和国。通称、ブルンジ。ブルンジの、ブは、ルンディ語で、国を意味し、ルンジはこの国の民族のルンディ族を意味する。ゆえに、ルンディ語で、 ルンディ族の国という意味となる。16世紀頃に中央部の高原にブルンジ王国が成立した。18世紀には干ばつや薬病、奴隷商人の襲撃などを免れたため周辺諸国に対し相対的に協力となり、この繁栄は19世紀まで続いた。1884年にはドイツの勢力圏に入り、後にドイツ領東アフリカの一部となったが、 ドイツは、ブルンジ王国の統治構造に全く手をつけず、間接統治を行った。1914年に第一次世界大戦が勃発するとブルンジは、アフリカ戦線の一部として戦闘が始まり、1916年には、ベルギー領コンゴからの軍によって制圧された。第一次世界大戦が終結すると、1923年には、隣国ルワンダと共に、 国際連盟委任統治領ルワンダウルンリとしてベルギーの統治下に入った。ベルギー政府もドイツの方針を受け継ぎ、ブルンジ王国を存続させて間接統治を継続した。1946年には国際連合の成立によりその新託統治領に改組された。1950年内後半に入ると徐々に政治参加の拡大を求める動きが見られるようになり、 1961年,年9月8日の植民地議会選挙において、王太子のルイ・ルワガソレ率いる国民進歩統一党が勝利した。ルイ・ルワガソレは首相に就任したものの、独立を目前にした1961年10月13日、暗殺された。1962年、ブルンジ王国はムワミムワンブツァ4世を元首として、ベルギーから独立した。 しかし、普通治療民族の対立による政局の混乱が続き、1966年7月には、反乱によって、ムアンブザ四世が追放されて、その第二王子であるんたれ5世が即位したものの、彼も同年11月に、ミシェル・ミコンベロ首相によって追放され、ミコンベロは、王政の廃止と共和制の樹立を宣言して、ブルンジ共和国を成立させ、自らは大統領に就任して、 国民進歩統一党の後ろ身である民族進歩連合の一党制国家を樹立した。共和制樹立後も政治の混乱は収まらなかった。1972年には少数民族の土族による支配に不満を持つフッツ族の反乱で1万人の土族が殺害されると、その報復として同年4月から10月にかけて土族系の軍隊が フッツ族10万人を殺害するという事件につながった。この時、帰国して、キーテガの自宅に軟禁されていた全国オ,オンタレ5世も、殺害された。1976年には、ジャンバティストバガザチューサがクーデターを起こして、ミコンベロを追放し、1979年には、形式的な民政移管を行った。1987年9月、国軍による、 ムケツクーデターでバガザ政権が倒れ、父のピエールブヨや政権が誕生した。ブヨや政権は民族融和を推進するが、民族間の抗争を止めることはできず、1988年には再びフッツの暴動によって、父の虐殺が起こり、これを鎮圧する軍によってフッツも虐殺された。ブヨや政権は事態を収めるため、フッツから首相を指名するほか、 複数政党制を導入し1993年6月には複数政党制で大統領選挙を行った。選挙の結果、フ通主体の野党であったブルンジ民主戦線のメルシオル、ナダ,ダイエが勝利を収め、フッツとして初の大統領に就任し、続く議会選挙でも勝利した。しかし10月にはクーデター未遂事件が起こり、ナダ,ダイエ大統領が 土族強硬派に暗殺された。これにより、ブルンジ内戦が勃発し、多くの死傷者と難民が発生した。翌1994年2月には、ブルンジ民主戦線から、シプリアン・インタリアミラが大統領に選出されたものの、わずか2ヶ月後の1994年4月に、インタリアミラとハビアリマナルワンダ大統領が登場した、ルワンダ大統領機が、 キガリ国際空港上空で撃墜され、ンタリアミラも死亡した。ハベアリマナとンタリアミラ両大統領暗殺事件である。これによって、再び暴動が勃発したものの、シルベストルンティバントゥンガニャが、公認の大統領に選出されて一旦は収束した。しかし、ルワンダ内戦によって、多数の普通難民が流入したこともあって、再び混乱が始まり、 政府はこれを収集することができなかった。この事態の打開を目指して1996年7月に土主体の軍部がクーデターを起こし、ブヨや元大統領が再び大統領に就任して暫定政権を作ったものの、国際連合もアフリカ統一機構もこれを承認しなかった。ブルンジに対して経済制裁が行われたが1997年には緩和され、 1998年から和平交渉が始まり、2000年に近隣諸国の仲介で和平協定が成立した。2001年には暫定政府が成立し、2003年にはブーヨヤが2つのドミシアン大勢へと政権を移上した。その後、総選挙を経て2005年8月に民主防衛国民会議、民主防衛勢力党首で、 フツ系のピエール・ンクルンジザが大統領に就任した。しかし、同じフツ系の旧反政府組織の民族解放軍は、その過程を拒否し、武装活動を続けたものの、2006年9月に、ブルンジ政府と FNL との間に、正式な和平と権力分担が合意され、ンクルンジザ大統領とアガトンルワサ FNL 議長が、和平合意に調印し、2009年には、 和平プロセスが完了した。内戦を収束させた、ウっクルンジザ政権は強権化していき、2015年4月には、憲法で禁じられている参戦への出馬をめぐって、デモなどの抗議活動が激化し始めた。そして5月13日には、ゴドフロア・ニオンバレ少将がクーデターを起こして、大統領の追放を宣言したものの、プライム・ニオンガボ軍参謀長ら大統領支持派は、これを否定して、 直ちに反撃に移り、14日には首都ブジュンブラで市街戦が勃発した。同日、外遊中だったムックルンジザ大統領が帰国し、15日には幹部や部隊が投降してクーデターは鎮圧された。ただしこの混乱で10万人以上が国外に脱出した上、クーデター鎮圧後も激しい抗議デモが続いたものの、6月29日には議会選挙が 7月21日には大統領選挙が予定通り実施され、ウンクルンジザ大統領は参戦された。しかしその後も8月2日に大統領の副信が暗殺されたり、12月には首都の軍事施設が武装集団に襲撃されるなどの混乱が続いた。2016年7月にはこの混乱を収束させるため1年間の国連警察部隊の派遣が決定した。 こうした中、ムックルンジザ大統領は混乱の発端となった大統領任期の延長を目指し、2018年5月18日には憲法改正の国民投票を成功させて、さらに2期、2034年までの在任を可能とさせた。2019年1月16日、ブルンジ議会の承認に伴い、ブジュンブラからギテガへの政治の主と機能移転が決定した。今後、ブジュンブラは、 経済の首都となる。2020年5月20日に大統領選挙が行われたが、んっくるんじは立候補せず、その後継となったエバリステヌ大市民へが当選した。しかし、大統領退任を間近に控えた同年6月9日、んっくるんじが心臓疾患で急死した。んっくるんじの残余人気は、国会議長のパスカルニアベンダが大量領代行として、勤め、 次期大統領は8月に就任する予定であった。6月15日、ブルンジ憲法裁判所は、ニャベンダの暫定就任を認めず、ヌダイシミエに対して、速やかに就任することを決定し、これを受けて、大統領先生は前倒しされ、ヌダイシミエは6月19日に就任した。第9代大統領、ピエール・ヌクルンジザ・ブルンジは、共和制、大統領制を取る、立憲国家である。 現行憲法は2018年に制定されたもの。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は5年、参戦は禁止とされていたが、2018年の憲法改正によって参戦禁止は維持されたものの、大統領任期は7年に延長され、さらに憲法改正から改めて2期までとされた。内閣に相当する閣僚評議会のメンバーは、 大統領が任命する。首相職は一度1998年6月12日に廃止されるも2020年6月23日に再設置された。一方で首相職と入れ替わる形で設置された副大統領職は首相職復活後も廃止されていない。議会は両院制で上院と国民議会で構成される。 上院は37議席以上54議席未満と規定され全17県から間接選挙により選出される地方民族代表と歴代国家元首により構成される国民議会は比例代表制に基づき選出された議員で構成され定数は100議席を下回ってはならないとされている任期は5年得票率がトを下回った政党や会派は 議席を獲得できない。主要政党では、フッツ系政党民主防衛国民会議、民主防衛勢力が大きく、過半数を得て、与党となっている。この他の政党としては、ミコンベロ、バガザ、ブヨヤの3人の大統領を輩出した、土系政党の民族進歩連合や、ダイエンタリャミランティバントゥンガニャ 大勢への4人の大統領を輩出した、ふっつ系政党ブルンジ民主戦線が存在するが、UPRONA はわずかな議席にとどまっており、クラダブーは2015年選挙に参加しなかった。最高司法機関は最高裁判所である。憲法裁判所も存在する。ブルンジの地図最大都市は、タンガニーカコハンに位置するブジュンブラである。ブジュンブラは2015年には、都市圏、 人口75万人を数え、2019年に首都移転が決定されるまでは首都であった。その後も経済首都とされており、国際空港やタンガニーカ湖の湖上水運など交通の要所ともなっている。これに次ぐ都市は国土の中央にあるギテガである。2019年にはギテガへの選都が決定し、政治上の首都となることになった。ブルンジは高原の国であり、 タンガニーカ湖半の最も低い地点でも標高は772メートルあり、国土の大部分は標高1500メートル以上である。国土は西端の低地、西部の山脈、そして中東部の高原に三分される。西端には南北にルジジ川とタンガニーカ湖が位置しており、今後民主共和国との国境となっている。ルジジ川付近には平地が広がり、 タンガニーカ湖の北東端には最大都市ブジュンブラが存在するものの山脈が西端低地のすぐ近くから始まるため低地が少なくタンガニーカ湖西岸には低地の発達が見られない山脈はルワンダから南北に続いており標高2000メートル以上になる西側の旧街に比べ東側はなだらかに高度が下がっていく高原となっており 特に国土の中央に広がる標高が1500メートルから1800メートルの地帯は1000ミリメートル以上の多く安定した降水量に恵まれ人口の中密な農業地帯となっている。それより標高の低い地域では降水量も少なくなり寒気も長くなるため特に東部や南部では人口密度は中央高地に比べ低くなっている。 経済首都ブジュンブラの街並みアフリカの中でも経済開発が遅れている国の一つであり、世界最貧国に数えられている。世界銀行によれば、ブルンジの2019年の一人当たり GNI は280ドルであり、データが存在する国、前年、または前前年の数値から順位が推定可能な国の中では192、過酷中最下位と著しく低い。 その他の様々な経済指標でも世界最低レベルである。2016年の GDP 成長率はマイナス0.5%、輸出は1.1億ドル、輸入は7.3億ドルであり、貿易は大幅な入庁となっている。通貨はブルンジフランである。主要産業は農業である。中でもコーヒー豆の生産は突出しており、1997年には 総輸出の実に88%がコーヒー豆によって占められていた。一方、加工地面積に占める割合は1997年にはわずか2.6%にとどまっており、穀物の18.4%や根菜類の20.0%に遠く及ばない。このことは、輸出用作物がコーヒー豆に特化する一方で、国内農業にはそれほどの重みを持たず、 農業生産のほとんどが自家消費や国内消費用の作物によって占められていることを示している。コーヒー豆の輸出に占める割合はその後低下し2015年には総輸出の33.6%となったが依然としてブルンジ最大の輸出品であることには変わりがない。もう一つの重要な輸出用農作物は茶であり2015年には 総輸出の十二点四パーセントを占めて第二位の輸出品となった。上記の通り、ブルンジ農業の主力は自給農業である。最も人口中密な標高線四百メートルから千八百メートルの地帯においてはバナナのヤ屋敷林と畑においてはトウモロコシとインゲン豆の臨作が行われる。これより標高の低い地域ではキャッサバと落花生が 主に栽培され、西部のインボヒ平野では、高い需要から米が国内市場への換金作物として栽培されており、標高の高い地域は牧畜が主となった。こうした複合農業は、高い生産性を持ち、農民一人あたりの平均耕地がわずか0.4ヘクタールという強小さにもかかわらず、 ブルンジの高い人口密度をとにかくも1980年代までは支えてきた。しかしその後食料生産は悪化し、毎年のように他国から食料援助が行われている。ブルンジに鉄道は存在しない。ブルンジの貿易は近隣諸国との道路輸送のほか、タンガニーカコを利用した古城水運も存在する。水運の拠点はブジュンブラ港であり、 タンザニアのキゴマ港からの輸送のほか、ザンビアのムプルング港からの水運は、南部アフリカ諸国とブルンジとを結ぶ重要交易路であり、取扱いが急増している。とはいえ、ブジュンブラ港の貨物取扱い量は122,800トンに過ぎず、量的にはさほど大きなものではない。しかし道路輸送の改善によって将来的な発展が見込める上、 同校の施設の老朽化が進み、また取扱い量に対して、港湾設備が未整備であることから、日本の国際協力機構は、2014年5月23日に、ブジュンブラ港港湾開発計画への無償資金援助を行った。ブジュンブラ国際空港はブルンジで、唯一の国際空港であり、近隣諸国への航空便が就航している。リンゴクルアンダとは、言語、 社会構造、民族構成、地形などがほぼ共通しており、兄弟国と言っていい。さらに、ベルギーの信託統治下において、この二国は、ルワンダウルンディとして、同一の植民地を形成していた。このため独立時には、国際連合が統合したままのルワンダウルンディの独立を目指したものの、両国の強い反対を受けて、分離独立を承認することとなった。独立後、 両国間の関係は独立以降1980年代末までは非常に険悪なものとなっていた。これは、ブルンジが王政が崩壊した後も土が社会の中心となっていたのに対し、ルワンダは独立直前の革命によって土の国王や社会上層を排除して、富津中心の社会を作り上げたためである。その後、1993年の富津主導政権の成立によって、 両国関係は好転したものの、翌1994年4月には、ブルンジのンタリャミラ大統領が便乗した、ルワンダ大統領機が撃墜されるハビアリマナトンタリャミラ、両大統領暗殺事件が起こった。この混乱によって、ルワンダでは土が政権を握ったが、1996年に、ブルンジで土の武用や政権が成立すると関係は再び好転し、 1996年の第一次、コンゴ戦争及び1998年から2003年の第二次、コンゴ戦争においてブルンジはいずれも、ルワンダウガンダ連合に支持を与えて、コンゴ民主共和国政府と対立した。国際連合やアフリカ連合に加盟しているが、2017年には、国際刑事裁判所からの脱退を宣言した。日本、ブルンジもに、在外公館は置かれておらず、 日本大使館は在ルワンダ日本大使館が、ブルンジ大使館は在中国ブルンジ大使館が、喧嘩している。貿易は、ブルンジの大幅な入庁となっており、2016年の、ブルンジから日本への輸出総額の94.7%は、コーヒーで占められている。ヤギの世話をする人々ブルンジの人口は、独立時の1962年に260万人だった。 ものが1986年には485万人、2017年には1086万人にまで増加した。良好な気候や肥沃な土地に恵まれているため古くから人口が多いが国土が強小であるため人口過剰が問題となっている。人口密度は2017年には1、平方キロメートルあたり390.4人に達し、 農業主体で平原のない国家としては非常に高くなっている。ブルンジの民族はフッツ、土、ツアであり、他にヨーロッパ系、南インド系が少数いる。ブルンジにおいてフッツと土は長年にわたり激しく対立を続けており、幾度か両民族間で武力衝突や内戦が起きた。植民地時代には国王をはじめとして王国の上層を占めた土が優勢であり、 独立後もその状況は続いた。王政廃止後も土の優勢は変わらず、さらに軍部を土が握っていたためその後のクーデターにおいても土優勢は続いた。1993年の民主選挙によって人口の多いフッツが初めて政治の実権を握ったものの国内を統制することができず1996年には軍部のクーデターによって 再び土が実権を取り戻した。2001年には両民族共同の暫定政府ができ、2005年の大統領選挙において、フッツのクルンジザ大統領が当選することで政治の実権は再びフッツへと移った。公用語がルンディ語とフランス語でスワヒリ語も話されている。ルンディ語はルワンダの多数派言語であるルワンダ語やタンザニア北西部で話される。 ハゴとは、方言連続体の関係にあり、相互理解が可能である。普通治療民族間に、言語差は存在せず、どちらもルンデ語を母語としている。カトリックが62.1%、プロテスタントが23.9%、ムスリムが2.5%、その他の宗教が3.6%である。ブルンジには、義務教育制度は存在せず、初等教育6年。 中等教育七年、大学が四年から七年となっている。二千十五年の識字率は八十五五点パーセントで、ある。国民総幸福量のランキングでは常に非常に順位が低く、二千十六年度調査では調査国百五十七過国中再開となった。ブルンジのオリンピックへの参加は遅く、独立から三十四年後の九百九十六年、アトランタオリンピックに初めて、 ブルンジ選手団が参加し、以後すべての大会に参加している。ブルンジが強い種目は、陸上競技であり、初参加のアトランタオリンピックでは、ベヌステニョンガボが、陸上競技男子5000メートルで、金メダルを獲得し、アロイスニジガマも、男子1万メートルで4位となった。その後は、メダル獲得から遠ざかっていたものの、 2016年、リオデジャネイロオリンピックの陸上競技女子800メートルで、フランシーヌ・ニオンサバが銀メダルを獲得した。サッカーでは12チームからなる、ブルンジプレミアリーグが存在する。サッカーブルンジ代表は、FIFA ワールドカップではすべて予選で敗退しており、アフリカネーションズカップでも予選を勝ち抜くことができなかったが、アフリカネーションズカップ2019において、 初めて予選を突破し、グループリーグ進出を決めた。ありがとうございます。